ははははいいここんんんにちはこんばんはおはようございます本日はですね、ちょっと私、あの自分の動画の方を振り返りをしておりまして、あの個別銘柄の分析動画もすごくたくさん出してるんですけども、まあ、結構ですね、7割ぐらいあの過去にあの紹介した動画の方で株価上があってて、3割ぐらい失敗とかしてるやつもあ,のあるんですけども、大失敗も多いですね <laughs>。とか思いつつですね、あの振り返りをしている中で、あの ある銘柄、まあ、数銘柄なんですけども、ファンダメンタルっていうところが非常に良くて、あの直近の決算を見てもですね、その成長ストーリーっていうところがブレていないにもかかわらず株価が下落しているような銘柄っていうところがございましたので、結構おしめ買い狙えるんじゃないかなと思ってまして、紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。今回3つですね。 総、えー、意見ホールディングスという会社と、あとシステム情報ですかね、というところと、リスクモンスターという会社に、えー、3社ございますので、こちらをご紹介していきます。ちなみに、私が保有しているのはリスクモンスターなんですけども、私が保有したタイミングが大体ですね、1200円ぐらいで、えーまあ、大きくですね、下落して、これ、不組み損になってますので、そこだけちょっとあらかじめご了承ください。はいまあ、ただ、ファンダはいいです。という形で、えー、と1個ずつ紹介していきますね。 はい、まずシステム情報という会社です。銘柄ことコード3677になっております。株価の938円という形で、PR は実はです、ね、20倍ぐらいという形になっています。大体日経平均と同じぐらいですね。でこの銘柄ですね、ROE が24.3%という形で非常に稼ぐ力が高いメ柄になっていますと。やっていることなんですけども、えっと、SIR ですかね、えっと、お客さんの方から営業か、お客さんに営業をかけてからプロジェクトを立ち上げて。 で、実際に開発をして、えー、それを納品するっていう形で、えー、SIR になってます。お客さんの方が作りたいよっていう、えー、ソフトウェア等をですね、開発をしましてからそれを導入するっていう、えー、お仕事をしている形になってますと。で、非常にですね、品質っていうところにあの強みがあるみたいでして、えっ、ー、とですね、このような形で CMMI っていうのがあるんですけども、これの最高評価を得ているよっていう形で、この、あの、 開発のです、ね、品質というところは非常に高いですよというところが国際的にも認められているようです。 はい、でこのシステム情報なんですけども、まあ、過去の経営指標等を見ていきましても、株価というところですね右肩上がり推移しておりまして、特にですね営業利益率、もうこちらもですね、えっと、同じように右肩上がりで推移しているという形で、まあ、非常にファンダーがいい銘柄になっていますえ。財務の健全性を表します、自己資本比率というところもですね66.4%という形で非常に好調になっています。EPS、BPS ともにですね右肩上がりで推移しており、かつ自己資本移率というところもですねあの高水準というところをキープできている会社さんになっていますと。こちら、優待が非常に良くてですね、 優待の方が9月にもらえるんですけども500円の待っというところがですね1年以上の場合は500円3年以上の場合は2000円という形であとプラス旅行券の方が抽選でもらえるんですけども,もう最高3年で2000円の QUO カードをもらえますよという形になってますと。 またですね、2021年 9, 9月年度の,あの配当金というところはまだ未定にはなっているんですけども、EPS の方が若干、えー、増加はしておりますので、まあ、16円以上は少なくともあるのかなという形になっておりますので、まあ、クオーカードがですね、先ほど、えー、20円ですかね、1株当たり20円になりまして、3年以上で、配当がまあ16円だとしますと、合わせて36円になりますとで。これを株価で割ることによって利回りが出てくるんですけども、まあ、利回り大体3.8%という形で、まあ、4%は来そうな勢いになっていますと。 の方がですね、システム情報の方、これ10年チャートになるんですけども見方上がりで推移はしてますけども直近ですね、2020年の中頃からですね、7月ぐらい1年前ぐらいから下落を続けているという形で現状も下落していますと、まあ、しかしながらですね、信用改ざんというところが、まあ、過去と比べても、えっと、下落しているという形になっておりますので結構ですね、まあ、信用取引されている方というところが反対売買を行いましてあの信用改ざんというところも減ってきてますので、まあ、信用改ざんが減るとですね、まあ、逆に あの上に跳ねる力というのもあの強くはなりますとただ、現状まだ出来高くに比べて、まあ、改ざんはまだまだあるよというところはあるんですけども、まあ、改ざんがより減ってからですね、まあ、出来高が跳ねるようなタイミング、権利面の9月もあるので、まあ、ちょっと地合いが悪いというところは、現状、日経平均の地合いが悪いというところはあるんですけども、そろそろ上がってくるんじゃないかなというところで、まあ、大きく上がった、上にブレイクしたタイミングとかで買うの終ありかなと思ってます。はい そうですねで直近の決算の方もあも文句なしで、えー、増収増益、ごめんなさい、嘘つきました。<laughs> えと減収増益ですね。あの利益率が非常に高いというところで、営業利益の方が上がってきてますと、直近、第2クォーター時点。で通気予想の方は一応、増収増益ですよという形で、えー、業績予想の修正はなしになっている形になってます。はい、こちらのシステム情報の方はですねあの保険系のシステムが非常に強い。 えみたいでしてここがあの大型を占めていましてその保険系の大型プロジェクトというところが終わったので今期は減収にとどまっているみたいですけども新しいクラウド関係の会社とかも M&A をしておりましてうーんやっぱり IT ってあの需要非常に高いのでまだまだ伸びてあの継続的には伸びるんじゃないかなと個人的に思ってますはいこれが直近の決算の補足説明資料とかにもなりますけども まあ、特に、えー、何かあるというわけではないんですが、このような形で結構保険系とかが高いですね、セグメント的には。はい、で下記の方も、まあ、徐々にですねリモートワークの定着というところで開発等も進んでいますよというところも記載がございました。はい、でこれも過去の業績水、右、え、肩、ー、上がりで推移している、従業員数の方も右肩上がり。はい で、配当の株主還元方針とかもですね、配当金はなんと5.8倍という形で、まあ、株主還元欲も非常に高い銘柄になっておりまして、まあ、クオ・カードがこれにつきますので、まあ、結構いいんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、来期の方もおそらく増配ないし、まあ、16件の配当据え置きで、過去はずっと増配し続けていますので、株式分割を経ながら。なので、まあ、増配してくれるんじゃないかなとは思ってます。はい。で、これが、あの、あれですね、クラウド関係の、えー、新会社ですかね。 子、えー、会社化してますよというところもあったりします。九州合併か。九州合併ですね。失礼しました。はい。そんな感じで、えーまあ、IT 需要非常に高い中、えー、ですね。システム情報というところも業績を上げてきておりますので、このタイミングでご紹介させていただきました。で次、えー、リスクモンスターですね。もうこれはちょっと私、あのすごい含み損を抱えているのでうん、あまり声を大にしてからおすすめというわけではないんですけども、まあ、株価の方もですね、現状、 ずっと下落してます、まあ、特徴としてどの銘柄もですね結構信用改ざんが大きいというところはあるんですけども、まあ、信用改ざんに比べて出来高がすごい少なくて、まあ、やっぱり上値が非常に重い状況ですねリスクモンスターもシステム情報もという形で今、えっと、900円前後というところをうろちょろしているような形になっていますと,、えっとファンダの方なんですけども時価総額68億円という形で、まあ、非常にですね時価総額が小さいという形なのでもしですねあの業種がどん,どんどんどん伸びていくようであればあのグロース株の位置づけになりまして株価もどんどん上がってくるんじゃない かなと思ってますと、まあ、しかしながらそれあの投資家の期待値を上回るような決算と,ところを出してきてませんので、えっとまだまだですね株価は上がっていないという状況ですと。と株価がですね下落はしているんですけども、業績っていうところは、ね、こちらの会社も非常によくてですね、えー、売上高も増収基調、EPS、えー、BPS、e、とかも増収基調、配当金も増配傾向。ででこの会社社はですね自社 のかあの株主の還元欲も非常に高くて、優待もありまして、かつ自社株買いというところも定期的に行っているというところで、結構株主還元欲が高い銘柄になっています。ROI8%、e、ございまして、自己資本比率ですね、こちらも80%くらいございますので、財務の健全性も文句なしです。予、は、信、い、系のサービスを行っておりまして、まあ、決算書の分析とかを行って、どのぐらい、えー、と信用能力があるのかというところのサービス提供を行ったりだとか、まあ、普通に予信管理支援サービスというところを、えー やっってている会社さんになってますはい、取、はい、り回りが1.6%くらいで、イトリスクモンスターの方もですね、えっと、300株からではあるんですけど、優待がございます。はい、まずですね、えっと、結構あの保有期間というところがですね、限定あの、たくさんございまして、まず6ヶ月以上の場合は300株で1点。で1年以上の場合も、まあ、300株から、あの優待内容とかがちょくちょくあったりとかします。で、600株、1000株からあるんですけども、まあ、金額見ていただければ分かりのとおり、300株なんですけども、そんなに あの魅力的な、えー、非常に魅力的な優待っていうわけではないんですなんか人形とか6ヶ月だったのもられるらしいですけども、まあ、あとはカタログギフトは600株からですかねはいまあオリジナル商品っていうところはちょっと何が来るか把握してません であと、今年だけなんですけども、300株以上の場合、3000円のクオーカードがもらえますが、あの、継続保有期間が6ヶ月以上の方にはなりますので、ちょっと今から保有っていう方は、この優待とかはもらえないですね。はい。で、リスクモンスターの方も、 えっとですね、まあ、こっちどうしようかな。まあ、PR 水準で見ましても、このような形で16倍、21倍、16倍、16倍、21倍になりますので、まあ、過去水準から見ると、今、15倍っていう形になって、まあ、若干割安かなっていうところになってますと。またですね、非常に安定したビジネスっていうところを展開しておりますので、まあ、キャッシュフローっていうところですかね、えー、っというところも、営業、本業でしっかり稼いでいる中で、その中でですね、投資を行ったりだとか、株主還元というところを積極的に実施しているというところが見て取れるかと思います。 はい、そうですねで、直近の決算の方も、えー、文句なしの増収増益という形で、えー、売上高の2桁増ですねで、営業利益の方も同じく2桁増という形で、通気予想の方が据えー、末置き状態、0%0%、まあ、という形にはなっているという形で、まあ、あの今期の業績自体は非常に良いのかなと思っています。まあちょっと 通期予想の方があの微妙だったのであまり株価はあの跳ねなかったなんなら下がったっていうところはあるんですけどもまあ、ファンダメンタルっていうところは非常に良いかなと思ってます。はい、リスクモーターの方もそうですね会員数とかですかね。も主力の予心系の会員数とかっていうところも言い方上がりで推移してますよという形でここら辺からもあのストック収入にもなりますので売上高が伸びてくるのかなというのがまあ容易に想像ができるかなと思ってます。 はいまあ、コロナ禍っていうところで結構信用余力ですかね取引先の信用余力とかを気にされるお客様あお客さんっていうところが非常に多いのかなと思ってますのである程度の,あの一定数以上の需要はあるのかなと思っておりまして、まあ、今後も成長が期待できる銘柄っていう形で、まあ、ただ株価は下がってるっていうの銘柄にはなるんですけどもご紹介させていただきましたで最後ですねソイケンホールディングスっていう会社になりますともうこちらやってることもいろいろあるんですけども先にですねえー、っと 有価証券報告書から、えー、ご紹介しますね。<laughs> はい事、はい、業内容といたしましては、さまざま行っているんですけれども、まあ、生態評価システム事業、ヘルスケアサポート事業、化粧品事業、健康補助食品事業、および機能性素材開発事業という形で、いろいろな事、えー、業というところを、えー、行っています、まあ。テーマは健康医療というところですかね。はい という形でセグメントがいろいろあるんですけども、特に伸びているのがこの化粧品事業ですね。はいまあ、原価率が非常にあの低いというところがございまして、まあ、そこがですね、この総意見ホールディングスの売上利益のうち、大半を化粧品、まあ、特に利益ですかね、利益のうち、大半は化粧品事業が占めているんですけども、ここの伸び率があの異常に伸びています、最近。はい という形で、えーと、そこが伸びまして、売上高成長率というところもプラス24.6%という形でかなり驚異的ですと。で、利益の方もですねしっかりと追いついているというところがポイントとしては高くてですね、えー、これ7年前ぐらいとかはですね EPS1.8 円とかだったんですけども、現状は34.4円という形で EPS も右肩上がりで推移しております。で、かつ利益率というところも右肩上がりで上がっておりますので、売上が上がって利益率が上がれば、それは EPS 上がりますよねという形で、もうここら辺の成長力というところも結構あの注目できるかなと思ってます。 一方ですね、財務の健全性というところを見ていきますと、えー、自己処理率82.7%という形で、非常に財務の方も健全です。にもかかわらずですね、ROE12.1% という形になっておりますので、まあ、ROE ですね、あの財務レバレッジが大きくなれば、まあ、つまり自己処分比率が低くなれば、ROE も相対的に高くなるという性質があるんですけども、こんだけ財務レバレッジが低い状況、まあ、つまり自己処本率が高い状況にもかかわらず、ROE をこんだけ叩き出しているというところがですね、まあ、非常に利益率が高いビジネスを展開できている証拠になるのかなと思います。 また PR 水準が12.6倍という形になっておりまして、こちらもですね、えっと、過去水準から見ても割安な状況になっております。株価収益率、過去を見ていきますと、まあ、ちょっと高めの時もありますけども、一番低くで18.95倍です。で、現状ですね、まあ、14.12.6倍という形になりますので、まあ、過去水準から見てもかなり、えっと、割安な銘柄という形になってます。まあ、ただ、株価の方は、 え同じような形でえっと下落しているっていう形でここもですね信用解散が多いんですよねまあご存知の方多いと思うんですけども信用解散が多い銘柄っていうのは非常にいい決算を出さないとあの株価上がってくれませんのでまたはあの過去から見てえっとこのような形信用解散が結構減ったタイミングですねここら辺とかはまあ株価もバンって上がることはあるんですけどもまあちょっと今 の信用改のの量っていうのは結構高めな推移ですかね過去と比べても高めにはなるのでうんいつ保有できるのかなと思いながら見,見ているはいるんですが、まあ、ここの銘柄も同じような形で、えー、ファンダは非常にいいんですけども株価は下落している状況という形でになってますとで直近の決算出しにじゃあどうなのという話なんですけども 今期の決算ですね、売上高6.3%増の73億、営業利益の方が30.5%増の9億という形で、これも結構いい成績で出してるんですよね。はい。まあ、純利益の方も41.3%増という形で、こちらも好調ですと。で、自己資本率も文句なし。で、配当金の方は据え置きですね、5円据え置きで。で、通期予想ですね、まあ、来期の、ん ごめんなさい嘘つきました。これ第3クォーターの決算になりますので、まあ、今期の通期予想というところも修正なしになっておりまして、増収増益見込みですよという形なので、まあ、結構いい成績出してるとは思うんですけども、まあ、これは織り込み済みですよというふうに市場は判断しているようです。まあ、何なら下がっているというところになるんですけども。はい でここは確か優待はなかった気がしますね。ちょっと調べてなかったんですけど、優待はないはずです。ああ、ごめんなさい。ありましたね。えっと、一応優待があるみたいなんでご紹介しますが、えー、ビービラボラトリーズの優待買い物割引券。まあ割引券がもらえるみたいです。はい。ちょっと魅力薄いですかね。まあ配当とかも薄いかなと思ってます。 という形で以上3名柄になります、まあ、創意敬ホールディングスの方はどちらかというとグロース株の位置づけで私は保有しても方がいいかなと思ってまして結構優待もそんな魅力的ではないですし、まあ、配当というところもですね1.2%という形で、まあ、そこまで魅力的なあの利回りがないというところで配当成功も17.9%で、まあ、配当有力も結構あるんですけども配当権据用金見込みになっておりますので、まあ、まだあの株の値還元というところは力を入れずにどちらかというと成長力というところですかね。はい でえー、と少しお話ししましたけども、化粧品事業っていうところが非常に伸びているっていう形で、これが直近の第3クォーター時点の各セグメントごとの売上高と利益の推移というところになっておりまして、もう売上高も36億、化粧品トップクラスですし、えー、うちのそのうちの利益ですかね、こちらも7.9億という形で、えー、と非常に高い利益率になってますと。もうこれだけ計算すると、利益率計算すると7 9 9る、えー、3 6 9 1ですね。 まあなんで21%の営業利益比率を誇っているセグメントになりますので、非常に高いんですね。はい、ここが今、どんどん伸びてきて,るっている状況で、売上高もどんどん増えているような形になっています。まあ、健康補助食品とかも、世界的に見ても健康志向というのは強まっておりますので、ここら辺も伸びてくるのかなというところで、私はどちらかというとグロースカーブと位置づけで期待しています。でえー、とシステム情報の方は、ま、あ もうインカムですかね。配当利回り、配当プラス優待利回りが3.8%くらいあるっていう形で、まあ、株価も下落中にはなりますので、まあ、ちょっとウォッチ、BMI 柄としてはいいんじゃないかなと思ってます。あとリスクモンスター。まあ、これはちょっと私が含み損を抱えているので、あまりあの声を大にしてお勧めはできないんですけども、こちらの銘柄もですね、あの事業内容からしても、そしてえっとファンダメンタルな観点から見ても、 うん、あのいい銘柄かなって思ってますので、まあ、今後のですね、えー、と需要も一定数以上あるだろうっていう形でちょっとウォッチしてみるのもありかなっていう形になりますはいっていう形で本日は3銘柄ですねおしめ買いしたい銘柄っていう形でご紹介させていただきました以上となりますありがとうございました失礼いたします